はじめまして、いつも応援してます。個人経営者12年目になります。これから従業員を取って企業を増やしたいと思ってるんですけど、ビビってなかなか前に進みません。アドバイスがあればよろしくお願いします。個人経営者12年、まあ、大体ね、12年間社長っていうか自分で自営業やることもすごいんですよね。大体の会社が、5年10年でちょっと調べたら、Google に聞いたら分かるんですけど、生き残る会社って本当少ないんですよ。企業 の生存率というか、大体の会社が潰れちゃうんですよね。それでも10年以上できるっていうのはまあすごいなって、思います。であのね、やっぱ従業員雇って、企業を増やして、まあ、多分従業員雇って会社を大きくしたいってことだと思うんですけど、最初人を雇うっていうのは結構躊躇するんですよね。一歩踏み出すまではやっぱ人の人生背負うじゃないですか。でもそれを乗り越えないとやっぱり会社って大きくならないと思うし、まあ本当人を雇うからにはその人の人生を背負う覚悟で雇わないといけないんですけど、12年やったんだったら1回チャレンジしてもいいと思いますけどね。はい、頑張ってみてください。